勝南は13日、ニュージャージー州のハワース CC で行われた、全米女子オープン30日開幕、ランカスター CC の予選会に出場し、36ホールを回って通算5アンダー10位タイでホールアウトした。出場権獲得となる4位までに6打及ばなかった。長丁場のプレーを終え、パッティングが全然読めなくて、気分転換にパターを前後半で変えてみたけれど、 あまりうまくはできなかったですと噛み合わなかったグリーン上でのプレーに肩を落とした普段から持ち歩く2本のパターを前半18ホール71後半18ホール68で使い分けた工夫も実らなかった後半の方はショットが良くなってきたと好材料を得た実感もあるパットはよくわからないけどショットの部分は分かったところあるのでいい収穫でした 原因は分かっているので修正できる部分は修正して。まだチャンスはある。本戦直前の5月27日時点で世界ランキング75位以内に入れば、フィールドに滑り込める、現在77位。3日後に、道州リバティ・ナショナル GC を舞台に開幕する、みずほアメリカズオープンでの当確に照準を定めた。今週の試合でポイントを稼げるように、上位に行けるように。 後半は練習がてらパッドも原因を探しにいろいろやってみたので、ここは気にせずにまた切り替えて、と気持ちを入れ直した。リバティ・ナショナル GC には明日14日、火曜日に入る。寝て、回復かな。ケアの予約をしているので間に合うかわからないけど、トレーニングも入れながら、体のコンディションも整えていく。開幕前日の15日、水曜日にはプロアマ戦の予定もある。